どうもフィッシャーズシルクです。マス、レイケ、どうも、ダーマ、モトキ、ザコ、全員集合でございます。よー。突然家に呼び出されました。なんでしょう。これからかくれんぼをしてほしいと思います。おお、久々。はい。楽しい。いや広いからね。今回家が広くなったのでかくれんぼいけんじゃねえかなと思って、はい、ちょっとやってみたいと思います。おで、かくれんぼって最後まで見つかんなかった人がいいわけじゃん。そうだね。一番最後まで残った人はいいけど、それ以前の人たちってさ、ただ消えてくだけじゃん。スリルちょっと足んなくない？なので今回僕が鬼をやるんですけど、ちょっと特殊なルールを設けたいと思います。家だったら隠れてよし、3番目と6番目に見つかった人は自腹企画をやってほしいと思います。なんだ自腹企画。3番目は真ん中で、6番目一番最後だ。そうだね。えじゃあ勝ったら負けんだ。一番最後まで残りたいのは山々なんだけど、一番最後まで残っちゃうと罰ゲームです。うわ難しい、はい、なんか塩梅が難しいな。今回のまあルールとしてはしっかりと隠れてください、はい、罰ゲーム受けたくないからっつって堂々と真ん中の廊下に立ってるとか、それはなしです。めっちゃやろうとしてただろうな。ちゃんと隠れてください。本気で隠れてください。先に言っておくと、玄関から入ったら左回りで探していきます。はい、心理戦が起きる。でも見つけられなかったら通り過ぎるってことだもんね。そういうことです。3番目と6番目に見つかった人は自腹の企画をやってもらいます。うわ10万は絶対飛ばしてください。負ける負け、はい、本気で隠れるんだけどガチすぎると罰ゲーム食らうし、中途半端にやるとそれも罰ゲーム食らう。できるだけ見つからないように頑張ってください。はい、はい、家から出ます。0時20分になったらここ来ます。はい、10分間隠れる場所を探して精一杯隠れてください。はい、俺自分の目で見つけても発見にしないわ。このカメラでちゃんと映ったらもうそれで捕まえに行く。今ね壁映してますけど、今見えてるじゃん俺メンバーのこと。これじゃなしにする。ちゃんとこれで捉えたら捕まったりします。なるほどね、はい、それで順番が入れ替わるかもしれない可能性があります。先に要は発見したのはナホかもしれないけど、カメラに先に映ったのがペケだったりだったら順番入れ替わります。あなるほど。ああはい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 、同じ部屋にいたりするとそういうことが起こる。そうだね、はい、難しいな。だからもうこのカメラに映った順番ですね。さあ、入ってまいりました。それでは今からかくれんぼを開始したいと思います。こと細かに見るよりかさらっと見ていきましょうか。3人目と6人目、その人が自腹企画の罰ゲームです。今度ね動画上げてもらいます。10万円は確定で絶対に何かに払ってもらいます。僕の目視で発見したというよりか、このカメラに映って発見した場合、その場合が、捕まった順番になります。なので2人同時に見つけたとしたら、このカメラに先に映った人、捕獲された人となります。では行きましょうか。まず玄関、左回りに行きましょうか。こっちかな。まず廊下を歩きましょう。廊下を歩いて、ここお風呂ね。まあ後でにしようか。寝室です。うん、まあざっと見た感じで行きましょう。こちら作業部屋ですね。はい、わかりました。ここがリビングになります。はい、ざっと見た感じ、いるか？結構ちゃんといなくない？こちら撮影会に使ってる部屋です。ちょっと暗いけどね。じゃあ細かくね探していきたいと思います。誰を先に見つけるとかそういう狙いはねもちろんやりません。もう適当に探しに行きます。下駄箱絶対誰か。俺開けます。あれ？いねえ。下駄箱いねえか。あ、ほんといないね。お、びくしょ。いや、リビング先行くか。え、これなんか盛り上がったね、ここ。見つけた。はい。うわ、悔しい。普通にザカオくん一番最初に見つけました。うわぁ複雑。なんかいや最後まで残りたかったけど、なんか残りたくなかったけどでもいや悔しいわ。でモヤモヤするでしょ。モヤモヤする。見つかって悔しさと罰ゲームを受けないという嬉しさでモヤモヤする、そのモヤモヤかくれんぼ、一番最初に見つかったのはザカオくんでございました。彼見つけたんでね、次行こうかな。もうこっからはね順番言わない感じで行こうかな。ここ絶対いると思う。え、嘘、いなかった。え、待って、この家にあんなに人隠れてんのか。ザカはね、捕まったからカメラマンで。ああ
いや、作業部屋行くわ。いねえ。あら、そう、いない、ここも。いっていってあら、そう、いないか。まあ、さすがにね、こんなとこには隠れねえか。そこか。マジ？全然いなくない？本当にないじゃん。ガチでびっくりしてる。ここは絶対いるはず。ネタのね、倉庫部屋なんですよ。待って、マジ？マジで？本当にいねえんだけど。いや、あ、倉庫か。ああ、びっくりした、びっくりした。なんかいる。はい。元木くん発見。よく見つけたなお前。俺このまんま消えて都市伝説になろうと思ってたのに。ここにいていいよ。いやきついからちょっとじゃあ降りるね。いやうまいわでも。順番とかいろいろあるんで。はい。あれだ。とりあえずここにいる。はい。でもいや俺的に正直この部屋では誰か見つけたい。ここかー。ここもネタの倉庫です。え、お前ちオペ室かなんかある？なんか聞こえたな。聞こえたぞ。お風呂のボタンに誰か押したな。湧くような音聞こえた。でも一回ちょっとここを見さして。 OK。 びっくりした、びっくりした。そー、発見、見っけ。ちょっとあなたじゃここで黙っててください。あ、すいません。誰かお風呂にはいるんだから。いやいや、さすがにないか、さすがにないか。お風呂です。見つけました。じゃあちょっとね、ここにいてください。ここにいてください。うん、出ていいですか。ああ、出てこの辺にいてください。はい、はい、どうぞね。あーつい。見つけました。よし。あ、お風呂が沸きました。じゃ見つけに行きます。マジでいない。やばくない？ちょっと待って、本格的にいない。どこ行ったあいつ。またお前何してんだよ。何してんだよ。ちょっと暇だから遊んでた。そんなとこ探すぐらい見つかんないんだな、みんな。あぶねー。おお、耐えたね。本当にいないよ。待って、ガチでいいな。待って、本当にね。いや、ここしかねえよな。嘘、この上かな。え、そんなことある。うわー、びっくりした。そんなことある。うわー、びっくりした。びっくりした。
かったか。びっくりした。もうびっくりした。あのね、一刻も早く見つけてほしかったんだ。もう全身いて刺激できないし、もう最悪だよ、もう劣悪な環境だよここ。うわ、びっくりした。マジ心臓止まるかと思った。いや俺もマジでカメラぶん投げかと思ってた。かくれんぼ終了。見つけました。順番の方発表しますね。じゃあ皆さんに集まってもらいましょう。メンバー全員捕まえました。見つけたぜ。順位の方発表します。お願いします。3と6がダメなんだよね。3と6がダメ。ワクワクだなこれ。1、2、3、4、5、6と番号を言います、はい、でその番号が自分の見つかった順番です、はい、3番と6番の方が自腹企画をやってもらいます、はい、1番ザカオくんです。あ、一番最初の。2番目、これマジでダーマくんです。ダーマ、マジ2番目、ダーマくん、はい、3番目、1回飛ばしましょう。4番マサイくんです。おマサイくんが4番目に使いました。はい、4番目ですか。モトキ、ダホ、ペケさん、この中の2人が罰ゲームだね。でも絶対俺じゃん。一番最後に見つかった人、ペケタンです。おー、よいしょー。いや、すごい、いや、すごい、はい、マジで分かんなかった。ペケタンが一番最後に見つかりました。マジで手こずったんだけど、あの、やっぱ手こずっちゃったので、あなた罰ゲームですね。うわー、勝ったのは嬉しい。もう自慢させて。マジですごいでしょ。マジですごい、いや、マジですごかった。3番と5番を発表します。どっちか。3番の方、先に発表します。3番元木くんです。おっしゃー、うわー、ペケタンと元木が自腹、そして直くん逃れました。おっしゃー、俺小遣い制なんだよ。あー、まあお風呂は誰か隠れるだろう、だから、あー、逆にそれで裏書いてきてみんないないんじゃないかなと思った。そしたらめちゃくちゃそのままおった。ダホは正直俺ここだと思ったの。そう、これここの中だと思ったの。うん、ここの中だと思ったらいなくて、この家に俺の入るスペースはないの。かくれんぼが上手かった2人でしたね。そうだね、うん、ちゃんと上手かった。かくれんぼ上手くて10万失ったんだな。そうだよ、なんかくれよ。動画見てくれてありがとう。セガンベリ Twitter、インスタ登録よろしくね。他にもいろいろやってるので、たびに確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。